これで重さの位置も下がり、ここでシースルーのバングもできた感じになります。で前髪はちょっと長めの方が絶対似合うんで、ちょっと長め。はい、こんにちは。札幌占い美容室早山橋の後藤です。今回も、お姉さんを、やらせていただこうかなと思っているんですが、今日は何をしたいですか？カラーとカットをお願いします。カラーとカットですね、はい。カラーは何かありますか？こういう感じにしたいと思います。暗めでアッシュ系が、はい、暗めのアッシュ系が、はい、ちょっと何かあったら見せていただきたいんですけど、少しアッシュバイオレット系 の、 かあの色です。はい、で髪の毛はどうですか？あ、至ってきたので毛先を切ってほしいのと、あと前髪もちょっと長めなので、ちょっとスタイリングしやすいので、はい、で量も、はい、熱いので薄くしてほしいです。はい、分かりました。やります。お願いします。お願いします。はい、ではカットに入ります。では、カットに入るんですが、モデルさんの方が量が多いということだったんですが、意外とですね、そんなに量は今多くないので、この辺はフラッティングでいけるかなと思います。で前髪がちょっと長いので、そこをちょっと切るんですね。はい、でこっちはこのぐらいです。この形でいいんですか？はい、伸ばしてます。伸ばしてます。はい、で打たれるところ切っちゃって、はい、はい、ちょっと手先の重さをむしろ出した方が似合うと、前髪を流す感じで切りたい。そうです。はい、まず前髪を切る方法なんですけれども、R2 セッティングでカットしていくんですが、まあ、こっちに流す感じです。まず R2 でとりあえずガイドラインをちょっと切っていった方がいいと思います。このような感じで R を描きながらちょっと切っていきます。で、このように切ったら、今度はショーバルタンで、いつものように指をここに挟んで先っちょを締まらなくしますね。で、前髪は丸さがあった方がちょっと可愛くなるんですが、可愛くなるんで、こっち側の刃で切っていきます。で指はここに挟んだ状態で、開閉の最後はこのぐらい、先っちょが2センチ枠ぐらいですね。分かりますでしょうか？このぐらいの感じで切っていきます。はい、でこれ挟んでるんで、ゆっくり開閉していくような感じですね。でこの指をこっちに入れれば入れるほど締まらなくなりますよね。これを奥に入れれば入れるほどあんまり切れないんですね。なので、ちょっとこの指のここの量、人差し指で調節をします。で最初はこっちで切ってるんですが、このままだとこうなっちゃいますから、最後はエンドラインはこっちで切っていきます。ハサミの位置をこう入れてるのをもっとこう入れるところですね。簡単に言うとイングラっていうのはこれをこう入れるってことですね。はい、それで、切っていきます。はい、では前髪切っていきます。このまま切ったら、で先ほど言ったイングラはこうですね、こっち側にこうする感じです。でまつげがもう当たらないぐらいの角度で切っていきます。あんまり前髪は切りたくないかなというか、切らない方が似合いそうなんで、こんな感じです。で下のレングスが、ちょっと軽いんで、うん、なんか重さがあった方が絶対似合いそうなんで、
刻んで、ここに移していきます。ショーバルタンで、丸さをちょっと作りながら足し算で細さを足していきます。その時に、本当に重さが出したい場合ってモデルさんがこう向いてるとここ切りますよね。そうすると上げた時に前上がりになっちゃうんですね。ってことは本当重さ、どうしても今毛先がこの辺の重さがちょうどいいんですけど、ここの重さがかなり今少ないんで、ここが持った方がちょっともっとこうバランスがいいかなって僕は思うんですよね。なのでこういうもの完全に増やしたい場合はちょっとモデルさんに上を向いてもらって切った方がいいです。そうすると下ろした時にこっちが長くなるんでちょっと重く見えるというかダミーなんですけど、こういう感じでちょっとすみませんね、上をちょっと見ていただいて、でこの中に出てくる毛を切るんですね。でその状態で見てもらって、中の毛を切ることによってちょっと、ね、で戻したときにこの上の毛がここに重なってきますから厚く見えるという感じですね。で顔周りの、サイドのところをちょっとこのエンドラインと若干完全につなげないですけど少しつなげた方が良さそうな気がしたんで、なぜかというと、モデルさんもうちょっと重さの位置を下げた方がもっと顔の、形がこうよりよく見えるかなと思うんで、今前髪の位置がここなんで、これをもうちょい重さの位置を下げた方がバランスいいんですよね。なので今ここで前髪横ってなっちゃってますから、モデルさんの感じからするともうちょっと重さの位置を下げる位置に持ってきた方がいいんで、ここにダミーの重さを作ります。でダミーの重さって何かっていうと、このエンドラインとここをちょっとつなげて、若干ですけど 10% 以下の T2 スイングにつなげるんですけど、ちょっとここに重さがこう来るような感じにした方が重心が下がってよりここら辺が締まって見えると思うんで、そうします。なのでここら辺のラインがもうちょい下がった方が似合うんで、こう T2 だとこのお尻の方のこうコーム代わりに取れるん でこの時取り方としてはグッて噛んだ時の骨格があるんですけど、ここにこの骨格に沿って取ってあげるといいと思います。こうまっすぐ取るというよりはこの骨格のところをぐるっとこう取ってあげる感じですね。そこをつなげていきますね。でこの時に上からつなげすぎると重さ結局上がらない、下がらないんで、ちょっと無理やり下がる位置この辺かなっていうのをイメージして、はい、これを取っていきます。ここをあまりベースを崩さないようにしてやると、この重さがちょっと下がるんですね。でこの重さが下がっていくことによってよりここがすっきり見えると思うので、ちょっとここがこう隠れるような感じですかね。で重さがちょっとこれで下がると思うんですね。でこっちも同様に重さを下げていきます。まあこのストレートの感じは生かしたいのであまり崩したくないんでラインは入れないで切るっていうような感じですね。で、ここも同様に、こうグッとパンダが出るところですね。この筋肉に合わせて取っていきます。そして、こちらは前髪のエンドラインがすごく上にあるんで、ここ気をつけないためなのは結構上になりやすいんで、顔の真ん中辺中間ぐらいにこう鼻よりちょっと下ぐらいのところに、重さが来るようにイメージするんで、結構こっちは無理やりつないでいきます。でこっちがちょっと難しいのはイングラで切っていくんで、まあ、毎回動画でも言ってるんですけど、まあ、このまま切っていってもいいんですけど、やっぱりそうするとちょっと跳ねる感じになっちゃうんで、僕はこうちょっと難しいですけどこういう感じで使い切っていきます。反対側は2回スイング入れてるんで、もう1回こっちも入れていきます。こっちのエンドラインと無理やりつないでいきます。はい、そうすることによってここが下がりますね。でここが下がってくれるんでより重さの位置が下がるということですね。で前髪の位置はここで
で前髪もちょっと少し毛先ぼかしてあげて、少しシースルー気味にしようかなと思うので、毛先だけお量をあまり取りすぎると危険なので少し縦に入れていきます。このぐらいですね。ちょっと隙間が見えるぐらいのシースルーバンにしていきます。あの上の方は縦にパネルを引き出して横から入れていかないと、まあ、表面に短い毛出ちゃうんで、わかりますかね、こういう感じでちょっと横にするとこういう風にして縦にこうやって逃がしていきます。このような感じですね。こうやってシースルーを作っていきますね。はい、そして少し動きを出していきます。こういう感じですね。でちょっとシースルー的に持ってきた方が絶対可愛いと思うんで、これ重さの位置も下がり、ここでシースルーのバンドもできる感じになります。で前髪はちょっと長めの方が絶対似合うんで、ちょっと長めにします。あとはカットラインのチェックですね。カットラインが実際にちゃんとなってるのかをちょっとチェックしていくんですけど、今下しか切ってないんですけど、あんまり揃えるとすごい辛くなっちゃいそうなんで、あえてあんまりやってないんですけど、伸びてきた時にあんまり良くないので、ちょっと毛先のところをちょっと微妙なところを切ります。これ上手で切ってるんですけど、下手じゃなくてこう上手で切るんですよね、この場合は。で、立ち位置はちょっと若干前の方に立っていただいて、少しこう、なぜ上手で切るかっていうと、あの上からイングラを作ってるんで、より収まりやすいようにちょっとイングラを切るのに、こうだとやっぱりこう指がこうはできるんですけど逆側に曲がることないので、こっち側から極端なこと言うとこういう風に切ってる感じですかね。こういう感じですね。それでちょっと丸さを、カットラインに丸さをちょっと出していくような感じです。でこの角をあんまりやることないんですよ、正直なこと言うと。で、あとはもうここら辺のラインをひたすらダイバルで削っていって、もうヤスリがけですね、ひたすらヤスリがけでより艶やかな感じにしていきたいと思います。で、ちょっとやっていきますね。ダイバルでこの前髪から、先ほど作った前髪からのラインをダイバルタンでヤスリがけしていきますね。それによって、より綺麗になっていくかなと思います。ここがつるっとこうなっていって、で実は先ほどドライの段階でちょっと細工したんですけど、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、ドライで表面の短い毛を全部中に入れたんですよね。ドライヤー の風で中にこう入れてったんで、多分こっち側にダイバルで取れる毛がたくさん出てるはずなんですよ。それをこれから切っていきたいと思います。切り方はどうやるかっていうと、縦に取っていって、あ、もう結構いいですね。このままこう取っていくわけですね。多分中にこの全部こっち側に、ドライヤーで入るように、ドライヤーの風で中に沈めていったので、こういう風に今なってるはずなんですよ。それを、こういう感じで取っていきますね。そうするとよりつかなくても重さが収まるんで、このような感じで取っていきます。
はい、今日も撮影が終わりました。はい、結構ブリーチされてたので、すごい吸い込むスピードがね、色の吸い込むスピードが非常に速かったのと、濡らすとすごい質感が変わるんでびっくりしました。乾いてる時で判断してたので、かなりダメージをちょっとずつなくしていきたいですね。はい、だいぶこう、そんな極端にはね変えてはいないんですけれども、重さの位置をちょっと調整したり、まあ質感を少しフラッティングっていう技術でちょっとこうツヤ感を出してみたりとかしてみたんで、そのちょっと違いは本人が一番分かってもらえるんじゃないかなと思います。はい、では今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、皆さんまた見てください。バイバーイ。バイバーイ。